陰島中は、中華民国時代の満州、真島出身の朝鮮民族の詩人である。日本統治時代に朝鮮語で、多数の死を創作したが、日本の刑務所で27歳の若さで獄死。死後に、空と風と星と歌などの作品が知られるようになった。一部の資料によると、存命児は、日本籍であったとされる。中学時代の友人と撮った写真。高列右が、 陰当中、中央がクリスチャンで民主化運動指導者の分岐監牧し、1917年12月30日、満州の北間島地域である中華民国吉林省延吉県名東村にて陰影尺、金流の長男として生まれた。父方の祖,祖父は環境道の症状群で、後にこの名を号とした。1932年3月に満州国が建国され、 ロンチンを含めた満州地域全土が日本統治下となった。同年4月にロンチンにあるキリスト教系学校、オンマ中学に入学、一家もロンチンに移住した。1935年に同様に日本統治にあった朝鮮半島の平壌のプロテスタント系学校、高市実中学校に編入学するが、高市実中学は神社参拝問題のために1936年に、 当局によって廃校とされた。当中は満州国論鎮に帰り、日本人経営の公明学園中学部に編入。1936年頃より、鉛吉で発行されていた雑誌、カトリック少年に、インド中、陰、道船などの名義で動詞を発表し始める。1938年、日本人経営の公明学園中東部を卒業した。その後、 形状の延べ木専門学校文科に入学し、在学中に朝鮮語を担当していた、蔡玄梅から朝鮮語を学んでいる。1940年に卒業後の日本本土の大学進学のため渡航しやすくするため創始解明に申請し、平沼島中とした。この間、朝鮮日報や雑誌、少年に死を投稿している。1941年12月、 延べき専門学校を卒業。学校卒業時に代表作となる女子を含む自選集、空と風と星と歌の出版を計画するが、恩師とも相談の上、自曲柄出版は難しいとの判断から出版を断念、自選集として三部を制作。一部は恩師にもう一部は友人のチョンピョンを国託す。一旦帰郷した途中は、父に、 日本で医学部に留学を勧められたが、自身は文学部への進学を希望していたため進学先について揉める。最終的に父の医学部進学希望を拒否し、当中は1942年に日本に渡り、4月に自身の望みだった立教大学文学部英文科専科に入学する。同年9月、京都に移り、10月同社大学文学部英文学科専科に入学する。 太平洋戦争の真っ只中だった時代で、戦争以前から現在の高等学校レベル以上の高等教育を受けられるのは日本籍でも珍しく、第二次世界大戦時で日本の若者たちは徴用や戦場へ徴兵されたりしている状況だった。現在の韓国において日本統治時代には朝鮮人がハングルの使用を禁止されていたと信じられているが、朝工一機によれば、 当中は、チェヒョンベ教授の朝鮮語の講義を受けるなど、同志社大学の自由な学風を堪能し、総務系ら友人たちとかなり安定した留学生活を送ることができたという記述があったことを述べている。九百四十三年七月十四日、以前から朝鮮独立運動をしていたいとこの、総務系と日本の朝鮮での政策を非難したり、他の留学していた朝鮮人らに対して、 朝鮮独立を訴えたり、民族運動の先導したとして、治安一法違反容疑で逮捕された。1944年2月22日、陰当中と総務刑は起訴され、3月31日に、京都地方裁判所で、日本国家が禁止する思想を宣伝、先導したことに対する懲役1年以上10年以下の法定刑に対し、懲役2年の実刑判決を言い渡される。 二人は、福岡刑務所に収監された。その一年後の1945年2月16日、福岡刑務所で、原因不明の死因により獄死した。詩人、陰頭中の墓、1947年2月13日に、ソウルの慶護新聞に、たやすく書かれた歌が紹介される。陰頭中との面識はなかったものの同志者の、先輩として、帝子は陽が、紹介文を書いた。 同じ年、ソウルに移住していた弟のインヒト柱や友人たちによる追悼会が開かれた。1948年に、詩や三文を集めた、空と風と星と、歌がソウルで静音社から観光され、助情詩人、民族詩人、抵抗詩人として知られるようになった。1968年には、母校四世大学校において、陰頭中が暮らした寄宿舎の前に、 印東中指揮が混流された。戦後に韓国で施策が紹介されたことで、韓国の民族主義教育に取り入れられ、代表的な民族詩人として知られるようになった。2012年頃の大韓民国のアンケートより95、95%以上の20代が印東中を知っていた。 ロンチン氏にある聖火韓国とエンペ辺ンとの交流が盛んになる1980年代まで、陰島中の故郷であり多くの朝鮮族が暮らすエンペ辺ンでも、その存在は知られていなかった。1985年に陰島中の墓の場所を40年ぶりに確認した大村マスを、早稲田大学教授は、陰島中という詩人についても、エンペ辺ンの文学者たちは全くその存在を知らず、 その作品も知らなかった。東中の親戚たちも数多く演辺に生活しているが、東中が韓国で国民的詩人として人々の尊敬を受けているとは無双だにしなかったようだと記している。現在は中国国内の少数民族である朝鮮族出身の愛国詩人との評価を受けて論ン,ン氏にある成果が復元されるなどしている。2016年4月20日に 韓国のソウル市人協会は中国当局が陰東中の国籍を中国だと歪曲しているとして中国を厳しく非難した。陰東中私費一方で民族主義の象徴としての陰東中の扱いに疑問を挟む声も存在する。京都大学教授で韓国や東アジアについて専門としている小倉基蔵は陰の死を民族主義的など偏った考えで、 解釈すること、そしてその解釈を正当であると威圧的かつだ高に主張をしたり、道徳的正当という暴力的な概念を振り回して、それ以外の解釈や思考を威圧したり排除したりすることを不適切だとして、詩の言葉を特定の政治的、道徳的立場に本質化して吸収することは、院の死への冒涜と厳しく批判している。さらに、院の死には、政治的、 民族的、イデオロギー的なものは皆無であり、イデオロギーありきで解釈する人々が因を評価する、理由がしそのものよりも、彼が第二次大戦中に逮捕、独立後の南北と捕獲対立に巻き込まれずに死亡したことにあると結論づけた。同志社大学、今出川キャンパスにて1995年、因党中止費が混流された。同志社大学の高層、新島城の言葉に、 人一人数とが大切なりの言葉があるが、同志社大学に陰島中の死費が立てられたことは、同志社大学の良心教育が、日本の良心を呼び起こした結果であるとは死費を、混流した陰島中を忍ぶ会の関係者の言葉である。またこの死費の左側には、チンダルレが、右側には、ムクゲが植えられている。これはこの死費を混流した陰島中を忍ぶ会と、 同志社コリア同窓会がワンコリアの精神でこの指揮を立てたことから朝鮮民主主義人民共和国の国家チンダルレ大韓民国の国家ムクゲが植えられることになったという経緯があるその前提には新島魔が愛した梅の花が植えられている陰東中を忍ぶ会と同志社コリア同窓会は共同で毎年陰東中の命日の2月16日その日が 土曜日の場合はその日、土曜日でない場合は16日の前の土曜日に、喧嘩式と講演会等を開催している。私費には、院の代表作、女子が日本語とハングルの2カ国語で刻まれている。日本語の訳は、伊吹郷氏また、理面には、早稲田大学教授、大村増雄氏による私費及び院当中の説明文が刻まれている。同志社大学内に、 陰刀中を忍ぶ会が結成された1992年当時、大学内に生前の陰刀中を知っている人は会務であった。その後 NHK と韓国の KBS が企画から撮影、編集、放映まで最初から最後まで協力して作られたドキュメンタリー、空と風と星と死、陰刀中日本当地下の青春都市の調査過程で生前最後の写真が発見される。 京都芸術大学の高原キャンパス内には、院東中が、かつて生活した下宿跡地があり、2006年に院東中の作品、女子の死碑を、キャンパス内に混流し、毎年明日に追悼法要を行っている。京都造形芸術大学創設者の徳山義信は1950年に、朝鮮戦争に反対する運動に目を投じて、爆弾の搬送を阻止しようとして逮捕された。 徳山義信は、陰頭中先生が、民族独立の戦いの途上で国死してから5年後、私の戦いは、朝鮮との関連で始まった。そしてこの地に大学を創立し、芸術を通した平和を追求している。と語った。2019年、京都造形芸術大学側が主催する詩人、陰頭中追悼会及び、交流会が、 大学のキャンパスの死日前で2月15日に開かれた。この日は、理事長の徳山豊や、学長の大池和夫をはじめ、在日韓国、朝鮮人、中央坂大韓民国総領事館の体系、総領事など関係者ら約80人が参加した。2010年、立教大の教職員と卒業生による、詩人、院当中を記念する立教の会が、 立教大学の韓国人留学生向け奨学金、陰東中国際交流奨学金を設立した。各学部一人ずつ、計8人に、留学生の年間授業料と、ほぼ同額の60万円を支給している。陰はじめ柱井美人新氏、聖金館大学教授。空と風と星と、歌には、以下の日本語訳版が刊行されている。 戸籍上は1918年12月30日生まれとなっている。これは出生届が遅れたため。伊吹 P258 から259、陽ウサトシキョウ、最白星となり韓国商務委員書館、台湾、2018年9月。ISBN9 兆7895億7053万1640。 マゴビキ、ヨウサトシキョウ。ノベナ朝鮮族、全中国、最長話し的少数民族自治州。台湾、関係評論網。オリジナルの2021年2月18日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ 89fwd、イントー中サヨドキ、いえども、作に石ため2本。 ただした辞任ためぜ朝鮮人賞は19年3月31日、京都地方裁判所、第2刑事部、平沼東中の判決。西日本新聞セレクト九州の百冊、九州の百冊、からリクエスト編、空と風と星と歌、陰東中今宵も星が風に吹きさらされる。西日本新聞。オリジナルの2017年12月6日、時点におけるアーカイブ。 h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 7 1 2 0 6 1 5 4 3 4 5 h t t p w w w n i s i i n p o n c o j p f e a t u r e 9収セレクト。books。a r t i 3 2 4 5 6 9当中は1917年。 中国東北部の北、真島明、東村で、朝鮮人開拓民の子孫として生まれた。中央日報2017年7月20日、コラム、韓日中が、詩人、陰等中を記憶する方法、朝光一期、朝光一期 .com。2020年9月28日閲覧。特攻月報の、朝鮮人運動の状況の中に、在京と朝鮮人、 学生民族主義グループ事件作動概要として記載されている。ただし、ここ記された、陰頭中の経歴には、多くの号機があると指摘される。いぶき P259 から260、陰頭中記事の間違い、産経新聞、辻本武史辻本ブログ、辻本 .asablo.jp、2021年7月15日閲覧。停止はよう。K5 新聞。 守引き、マサト市、同志社大学の引導中指揮混流過程の余談、同志社時報第三十四号、二千十二年十月六十九ページ。ジョマサト市、私と同志社と、引導中、同志社大学キリスト教文化センター主催する、同志社スピリットウィーク同志社大学京田鍋コーチ講演二千十七年四月二十三日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2017年4月23日閲覧。中間で揉める愛国詩人存在していない国の国籍をつけられたント中。コリアワールドタイムズ。https コロンスラッシュスラッシュ w w w k o r e a w r l d i m e s c o m スラッシュトピックススラッシュニューススラッシュ8691スラッシュ2021年5月30日閲覧。 韓国の詩人団体、中国、陰島中の国籍外局是正を、中央日報、2016年4月21日、8時47分、言葉の中の日韓関係教育、翻訳通訳、生活、ジョマサルト、小倉貴蔵、発行、赤石書店、ISBN 978から4から 750338057C0036、 発売日2013年4月1日、陰島中の夢、美術家の教育中止が、京都造形芸術大に寄贈。www.mindan.org.2020 年12月5日閲覧。京都造形芸術大で、陰島中追悼会、統一と平和誓った三列者たち。korea-np.co.jp。 2020年12月6日閲覧。京都造形芸術大学主催詩人、陰東中追悼会総領事館活動、中大阪大韓民国総領事館。オーバーシーズ、モーファ、ゴー、KR、2020年12月5日閲覧。AB、立教大、陰東中小学生1号誕生、韓日交流に貢献する韓国の社会、文化ニュース。 www.kones.com2018 年5月27日閲覧立教大学総長の各要俊氏立教大の誇り引頭中韓国の学生がもっと多く来てほしい japanese.donga.com2018 年5月25日2018年5月27日閲覧ありがとうございます